笑い芸人中山きんに君が主演を務める読売テレビ日本テレビ系ドラマ筋トレサラリーマン中山筋太郎第2弾11時59分が今日28日に放送される。それに先立って金に君からコメントが届いた。金に君が演じる主人公中山筋太郎は仕事、恋愛、人間関係などの小さな悩みが山積みの冴えないサラリーマン。生きがいは筋トレで己の肉体をとことん鍛えることで現代社会のしがらみから解放されていく。筋肉を愛する筋太郎の真面目なバカバカしさ、知られざるマッチョあるある、バラエティに富んだキャストの魅力が絡み合って筋肉と笑いがあふれる背徳の筋トレドラマとなっている。筋に君は僕はボディビルダーで主演俳優という点でアーノルド・シュワルツェネッガーさんと同じ土俵に上がっているんです。今までは憧れの存在でしたが、今はもうライバルとして認識させてもらっていますとコメントした。また放送に先立ってマッスル全開の場面写真が公開された。汗がほとばしる躍動感全開さが伝わり、物語の期待感が高まるものとなっている。さらに地上波放送終了後からは Hulu にてオリジナルストーリーも配信される。